皆さんはリラックスされている時って通常どういうことをしていますか？心労者、最初に出くわすおじいさん、僕はウルボザですね。あれが一番最初に簡単にスッと出てきた名前なんですよ。なんとなく語呂が良かった。僕はリーバルが結構実は嫌いな人多いじゃないですか。でそのリーバルのテーマを作るっていう時にいけつかない感じが出すぎててちょっとこれだと愛せないのでっていうところで作り直してもらったりとかしてたんで、いろんな人の愛を支えられて愛してあげてっていうウルフリンクかわいくてしょう。結構孤独な旅じゃないですか今回、あれに対してのワンコ一匹ついてきてくれるっていうアプローチはすごいいいなと思って。今ワンコって言いましたけどあれ犬じゃないんですか？犬じゃない。AI 作ってる時もあそれも、ね、もっと犬っぽく、もっと犬っぽく。あでもこれ狼だから犬じゃないんだなって。やっぱり海星の祠から出てすぐのデモのところの見晴らしがいいところですね。僕は絶対馬をゲットしに行くんですよ。ちょっと北の方ですか？そう。僕どこってことじゃないんですけど、風が強いのがやっぱり今回すごいちゃんと表現できているので、風強いところが好きですね。俺一番好きなタワーってすごい高いタワーあるでしょ。ありますね。緊張感とバカみたいな音楽がね、すごく好きですね。バカみたいな音楽。僕は床がビョンってなって自分がバーンって飛べるやつがビョンとなってバーンって飛ぶ、ビョンバーン、あれはなんか爽快に上に打ち上げられる感じ、打ち上げられる感じが気持ちいいですね。何かがビョン飛ぶ、ビョンってずっと飛んでるところがあるんですね。でダンジョンを名前で覚えたりするの大変なんですよ。めちゃくちゃな量があるんで、だからダンジョンのタイトルをつけてタイトルにちょっとヒントもあったらいいんじゃないのみたいな提案をしたことがあったんですよ。採用されたんですけど、それを思いついたのがそのダンジョンだったんで、すごい記憶に残ってますね。そもそも料理がやりたいと言ったのが魚の塩焼きが大好きで、だから岩塩があって魚があるんだっていうのを一番最初に作ってもらって、とにかく塩焼き系の魚の料理が好きです。肉は串に刺さったやつがあれがすごいなんか得した気になるんですよね。串に刺さった肉っていう絵面がそこでちょっと辛いやつとかを混ぜたりするととっても幸せな気分あとあれですね、カニでなんで料理できないんだみたいな話追加しましたよ。ありえないだろ。 NOA のスタッフからも言われてぜひチリクラブなんとか作ってくれって言われて追加したりとか。失敗料理のビジュアルは悩みましたけどね。どうしようかな。本当に気持ち悪いのにしたら本当に嫌じゃないですか。モザイク出てきた時はもう万歳でしたけど。モザイクもこれいいのかっていう話ずっとあったけどね。今作では、環境音の小さいかすかな音から、例えば大きなボスが出てきたりっていうダイナミックなサウンドまで非常にレンジを広くとっているので、そういった繊細なサウンドを注意して聞いていただけるとありがたいなと思います。今回のゲームは実質的には例えば広大なフィールドとかシームレスとかそういったポイントはたくさんあるんですけども、一番見てほしいのはユーザーの数だけゲーム体験が変わるというところだと思っています。でそれに対して我々はユーザーがこういうことをしよう、ああいうことをしようっていうのに全て応えるような作り方でゲームを作ってきましたので、このゲームには遊び方の正解というのはないので、ぜひその皆さんが思った遊び方で遊んでいただけると嬉しいなと思います。デザイナーチーム、アートのチームが一番こだわったのが、もちろんその、綺麗な絵で臨場感のある絵で、をお届けしたいってところもあるんですけども、一番こだわったのはいかに機能に合わせたデザインをするか、それによってユーザーさんが快適なプレイがいかにできるかっていうところは徹底的にこだわってます。なのでどっちを取るか、こうしたらきれいに、もっときれいにできるよ、こうしたらもっとレスポンスよく遊べるよっていうふうになった時には絶対にレスポンスよく遊べるよとか、そういった機能の方を優先して作るってことは徹底して作ってきましたので、ぜひ動画を見るだけではなくてお手に取って
体験してほしいと思います。よろしくお願いします。今回その僕がとにかく、プランナーのスタッフたちと、一生懸命考えたのが、もうとにかく行った先で何か驚きがあることっていうのを大事にしていきました。で、広いフィールド、今回ものすごく広いんですが、何かプレイされた時に怪しいなと思うところには必ず何かがあるようにしてありますので、ぜひ、まあ、プレイしていただくときはそういう僕たちが隠した、要素、秘密であったりとかっていうのを、楽しんで見つけてもらったりとかっていう遊び方もぜひしてもらいたいので、楽しんでもらえたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。このブレスオブザワイルド、ここまでですね、あの体験会とかいろいろな形で、皆さんが遊んでおられる風景を見せていただいたんですけど、あの不思議なことにですね、まあ一人でじっくりプレイする人ももちろんいるんですけど、仲間と一緒にプレイしに来て、そこでこうなんかごちゃごちゃいろんなことを言いながらですね、ワイワイガヤガヤやりながらそのゲームを進めるっていうね、あの今までにない、そのゼルダってまあ一人で遊ぶものって、これがまあ一つのまたゼルダの当たり前でもあるんですけど、今回まあそこになってるんですが、あの結構ね、あそこ行ってみたらどうなのとかっていろんなことアドバイスしながらやったりする、アドバイスし合いながらねやったりするのが楽しいゲームにね、もしかしたらなってんじゃないかなって。僕もだからあの発売されたら子供と一緒にまあ遊ぼうとは思ってます。なのでね、あのスイッチだとこうあの外に持ち出して一人で遊べるっていう時間をねもうありますけど、家に帰ってきてこうでっかい画面でやるときはぜひ家族の皆さんと一緒にね、ああでもないこうでもないって言いながらこの広い世界をですね、探索してもらいたいなと思います。どうぞお楽しみください。